はい、7だよね。7です。7、鈴の木7さんです。はい、野菜買いました。はい、なんかこの下の直売所があったので寄ってみたらめちゃめちゃ安いので、ナス、ナス100円。じゃがいも2袋とピーマン1袋とナス今2袋なんですけど、もう1個買っときます。あの、はい、金入れるとこ映んなかったんで、はい、ちゃんとさっき払いました。結果です。これで今日の晩ご飯の食材にまだメニュー考えてないんですけどしていきます。麻婆茄子かな。麻婆茄子いいね、いいね、いいね。あるから。あ、そうなの、うん、有名なのやっぱ。いやなんかうまいって言って。おはようございます。おはようございます。遅くなりました、すいません。いや全然大丈夫だよ、ちょうどよかった。うん、てかドンピシャだよ、うん、とりあえず、今回4人揃ったのでまず飯食ってから行きます。牛骨ラーメンの誠屋です。でっけえな、うれなんだから。そうなんだ。じゃあ食レポお願いします。食べてないけどちょっと冷まします。私麺超柔らかめ。追加の餃子来ましたが、もう出発時間なので1分で食べてください。美味しかったです。餃子美味しかった。ふよふよだったでしょ。え、ふよふよ。いや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 、冷めたからかもしれないけど固かったよ。ラーメンは、まあ、ラーメンです。固めです。うん、はい、固めです。うん、熱かった。じゃあ出発しましょう。GTF 熊沢いいよ。ジェラート下にブルーベリーが入っています。みんなが頑張ってる中足柄サービスエリアです。ジェラさんのバイクだけあるけど本人がいません。置いてっちゃうか。うまい、うまい。 GTF 熊沢。時刻は午後4時ぐらいになります。町田を出発12時ぐらいで4時です。30分遅刻だな。うん、30分遅刻か。まあ、ラーメン食べたけど途中で、もう間もなく多分これ右に曲がったら、うん、月ヶ瀬、月ヶ瀬道の駅、月ヶ瀬もうすぐ到着します。これだよ。え、違うの。なんか違うところに到着だね。これ行けない。あ、行けんじゃん。左左行けんじゃないかな。あ、行けないね。あ、この人間違えたんだね。うん、間違えてペチタ取れる。うん、バイク落とさないように。途中でゲラさんに抜かれるかと思ってましたが、多分抜かれてないかな。これから、安城さんと合流して、そこから、安城さんのライダーズハウスに行って、でそこからお風呂に入ってから晩ご飯作るんで、なかなか遅い宴会になりそうです。どここれ、あそこかな。たちも頑張って積まれてます。見えない。あ、あった、あった、これだ。そうだ、ちょっと看板取れる。あ、取れた取れた。月ヶ瀬やっと到着。ラパンあるかな。ラパン、ラパンを探せ。うん、屋根が赤いやつないね。ガンマも止まってないね。あれ
いてきた？見当たりません。安城さんも見当たりません。安城さん何乗ってんの？安城さんあれか、ハイエースみたいなやつか。なんちゃらバーガー。あれ？え、場所間違ってないよね。一回止めます。これどうやって止める？はい、つぐまさん合流しました。玉ねぎ買ってる人います、うん、道の駅なんちゃらです。玉ねぎ324円、椎茸これで195円ぐらい安い、まあ、安い安い、普通だけど他で買うよりは多分安い。今日食べる、うん、あっちこっちで食今日の食材を集めてます。でも今日メニューは何ですか？おお、椎茸焼き、あ、じゃがいももあるしね、うん、あと人参がなかったのよ。人参売ってなかったから人参なしになると思う。そうか、私人参好きじゃないし。はい、うん、あ、取れ、取れてんじゃん、取れた取れた、はい、あ、ぶれたぶれた、何もしない、あ、手振ってる手振ってる。ゲラさんです。ダメだ、ぶれるぶれる。あ、腹パンがギリ取れない。道の駅出発します。これからなんだっけ、スーパーに買い出しに行きます。メニューは、ポトフと麻婆茄子以外は決まってません。今ある食材は、じゃがいも、茄子、玉ねぎ、椎茸とピーマンです。なんかデザートは、デザートはなんかその辺でアイスとか買ってくればいいんじゃない。パッと作れない、そうだってボールもないっしょ。計量カップは、計量カップはあるけど、それ米飛ぶ用の、うん、米の水測り用のだから、あのフルーチェとかなら牛乳混ぜればできるけど、フルーチェいいね、うん、ただだってボールもないし、うん、そっち車来てる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 、オレオレ、えい、もしかしたら鍋もないかもしれないんで、そしたらアルミホイルを、あー、そっか、でも先に調理器具見ればよかったな。やっぱ調理器具遠いな。とりあえずアルミホイル買ってって、マジで何もなかったらホイル焼きです。それでもいいよ、うん、しゃあないね。そうなったら鍋とか揃えるとなったら結構いい価格しちゃうからね。キャンプみたいでいいじゃん。あれ、しゃもじ買ってきてくれたの？しゃもじ買ってきたよ、うん、今、確保できてる調理器具は、お玉、しゃもじ、計量カップ、ピーラーのみです。で、調味料は現在、塩コショウとみりん、あとはめんつゆ、めんつゆのみです。肉じゃがも作れます。おう、うん、前のそんな短時間で作れんの？うん、あのじゃがいもの煮物系はね、だいたい20分ぐらい。そんなでできるの？そう、沸騰してから10分ぐらいで火止めとけばいいんで、ただ鍋があるかどうかが微妙です。周りは、カノドーム、湯の国会館、あとは山です。天気が良くてよかった。さあ、着いたぞ。え、あ、本当だ。あ、マックスバリューです。ここなら安い、23時半、おお、結構遅くまでやってる。このみんな多分ね、右折するときにね入れなかったんだと思う。あ、先降りちゃった。はい、降りちゃっていいよ。到着。はい。